どうも、花の小森の小森です。今日は知り合いの、お世話になっているお花屋さんのところでちょっと、場所をお借りして植物の、ご説明の方をさせていただきます。今日の植物はこちら、アロエプリカティリスという植物です。すごい植物、アロエですよ。日本のアロエじゃない、アロエプリカティリス。アロエのプリカティリスの特徴はですね、葉っぱの方がですね、扇状に、こういう風に咲いていきます。ほとんどので、だんだんと新しいのが真ん中からこうやって見えるかな、こうやってあの赤ちゃんがこういう風にでこうやって出てきて、これがこうドーンと長くなると、またこの真ん中からだんだんとこういう風に重ねでこう葉っぱが出てくる。で、お花の方は日本のアロエの花と色の赤だいだい色の花が、咲くそうです。まだ見たことないですけど、いつか見れるようになるまでちょっと一生懸命育てます。で、ここの、お世話になっているところの、お花屋さんにもあるんですけど、じゃん、こんなだよ。こんな5年ものですって、すごい。これはもう少ししたら咲くんじゃないですか。僕なんかまだまだ可愛い子供なんですけど、幹も何にもない、来年ぐらいに幹がね出てきてくれると嬉しいなって思ってます。育て方なんですけど、基本的にほっぽっといます。そんなになんか過保護に育てても、植物っていうのは過保護に育てるとか、そいつが調子に乗っちゃうから、調子に乗っちゃって俺水もらえんのみたいな、じゃあもうちょっとなんかしおれちゃおうかなみたいな、気づいた時にお水をあげて、あ、これ大丈夫かなとか、葉っぱ触ってあげて、あ、これ水入ってんなとか、そういったいうような環境の方が僕は育ててて、いいと思います。で、やっぱ寒さにはちょっと北アフリカの方の原産なんで弱いんで、0度とか下回るような気温になってくると、室内の方に取り込んであげた方が、いいと思います。やっぱり寒いところが苦手なものは苦手なんで、そういったところだけ気を使ってあげれれば、いいと思います。冬越しして春になったら、そこから鉢替えしてまた大きくすれば、どん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 大きくなる植物なんで、すごく観賞用としても育てやすいし、それこそこの色味がねすごくね緑のね、ちょっと薄い緑の感じで すごく綺麗なんだよね。だからこの見てるだけでも、その色味とかもそうだし、この形の扇状の形も可愛いし、アロエ好きな人には一番ちょっとオーソドックスな感じのアロエなんじゃないかな。日本のアロエもいいけどね、アフリカのアロエももし、好きな人は、どっか園芸店で見つけたら購入してみてください。ちっちゃい苗なんかは結構リーズナブルな値段で あると思う。で、今日は、アロエプリカティリスという植物のご説明でした。また、変わった植物の、ご紹介の方していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また、高評価ボタン、コメントなどいただけると嬉しいです。テンション上がります。最近ちょっと風邪で寝込んでて、ずっと更新してませんでしたけれども、元気になりましたんで、またこれからちょっとどんどん更新していきたいと思います。チェックよろしくお願いします。じゃあねー。